1973年マウンテンビュー空中衝突事故は1973年4月12日に発生した航空事故である。モフェットフェデラル飛行場を離陸しテストを行っていた NASA のコンベア990から 30A-5 が同空港を離陸し訓練飛行を行っていたアメリカ海軍のロッキード P-3 オライオンと空中衝突した事故により P-3 に登場していた一人を除く両機の登場者16人が死亡した。この事故は CV-990 として5番目の死亡事故となったが以降同型機の死亡事故は発生していない。また NASA が保有する中大型の航空機で発生した唯一の死亡事故である。NASA が保有するコンベア990から 30A-5 は 測量機器のテストのためモフェットフェデラル飛行場を離陸した。c v 9 9 2は8人の研究者と3人の乗員が登場しており、モントレー湾上空でテストを行っていた。一方、アメリカ海軍が保有するロッキード P-3 オライオンは CV-990 と同じくモフェットフェデラル飛行場を離陸し、付近で訓練飛行を行っていた。 P-3 は1時間半ほどタッチゴーの訓練を行っており、空港の西側で左旋回していた。14時46分、CV-990 は管制官と交信をし、飛行場から南に10マイル離れた地点を飛行していると報告した。またパイロットはモフェットフェデラル飛行場への直線侵入を要求した。管制官は 滑走路 32R への侵入を許可し、7マイル手前で報告するよう指示した。2分後、P-3 が降着装置を下ろした状態で飛行場付近を旋回していると報告した。その後、滑走路32リットルへの侵入経路に入ったと管制官に伝えた。14時49分、管制官は CV-990 に対して滑走路32リットルへの 着陸を許可した。CV-990 のパイロットらは滑走路の変更に対して疑問は持たなかった。高度300フィートで、両機は空中衝突した。P-3 の胴体上部とビブに CV-990 が衝突し、どちらの機体も操縦不能に陥った。両機とも滑走路から0.3マイル手前のサニーベールゴルフコースに墜落し、炎上した。 P-3 に登場していた乗員1人が重傷を負いながらも救出されたが、P-3 に登場していた5人と CV-990 の11人、計16人が死亡した。唯一の生存者は22歳のアメリカ海軍の兵士だった。墜落の衝撃により、被害に投げ出され、脊椎骨折や脳震盪などの重傷を負った。事故後、 付近の米ショアフリーウェイは3時間閉鎖された。事故原因として、管制官のミスが挙げられた。当初、CV-990 に対して滑走路 32R への着陸許可を出し、P-3 に対しては滑走路 32L への着陸許可を出していた。しかし、P-3 が滑走路 32L への侵入を開始した後で、 CV-990 へ、滑走路32リットルへの着陸を許可した。CV-990 のパイロットらは疑問を持たず、変更の理由を管制官に聞かなかった。また、両機のパイロットとも互いを回避することができなかった。ありがとうございます。